桃太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでおりました。毎日毎日おじいさんは薪を取りに山へ行きます。そしておばあさんは川へ洗濯に行きます。おばあさんが一生懸命洗濯をしていると、川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。あやま、桃さん桃さん、おいしい桃ならこっちへおいで、まずい桃ならあっちへおゆきとおばあさんが言うと、桃はどんどんおばあさんに近づいてきたのでした。おばあさんは大喜びで、早速大きな桃を担いで家に帰りました。夕方になっておじいさんも山から戻ってきました。さあ、おいしそうな桃を二人で食べようと、おばあさんは大きな包丁で、えいやっと切りました。すると桃はきれいに二つにポカッと割れ、中から可愛い男の子が生まれたのです。子供のいなかった二人は大喜びです。でしょ？うん、そうじゃそうじゃ。おじいさんとおばあさんは桃から生まれたこの赤ちゃんに桃太郎と名付けました。桃太郎はすくすくと元気に育っていきました。それもそのはず、桃太郎はとてもたくさんのご飯を食べるからです。おかわりおかわり、そしてまたおかわりです。どんどん桃太郎は大きくなっていったのです。その頃、村で困ったことが起きていました。村に鬼が現れたのです。鬼たちは夜になると現れ、村人の家に入っては物をどんどん盗んでいったのです。おばあさんや、大変じゃ大変じゃ、悪い鬼どもがまた村に来て悪さをしているんだ。タゴトのとこではお茶碗まで持っていかれたそうじゃぞ。かわいそうにまんまも食えんの。次の日の夜もまた鬼たちはやってきて、村中をいたずらして回っています。村の人たちは大変困ってしまいました。僕は怒ったぞ。そう言うと桃太郎はいきなりたくさんのご飯を食べ始めました。あ、どうしたんじゃ桃太郎は。桃太郎はあれよあれよという間に立派になりました。おじいさんおばあさん、僕はこんなに立派になれました。本当にの、よう食べたからの。立派になっての、僕は今から村の人たちをいじめる鬼を退治に行ってまいります。そんな恐ろしいことせんでもええのに。これ、おじいさん。おばあさんは桃太郎のために日本一のきびだんごを作ってあげました。おじいさんは日本一と書いてある旗を桃太郎にプレゼントすることにしました。さあ桃太郎や、このきびだんごを持っていきなさい。
これを一つ食べるとどんどん強い力が出てくるんだよ。ほれ、この旗を振るとどんどん勇気が湧いてくるぞ。持っていくがよいぞ。ありがとう、おじいさん、おばあさん。こうして桃太郎は元気いっぱい鬼退治に向かったのです。桃太郎が村外れまで来ると、茂みの中から白い犬がニューッと顔を出しました。ワン、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、僕に一つ分けてください、ワン。いいとも。僕はこれから鬼退治に行くところだ。ワン、きびだんごくれたお礼に僕を家来にしてください、ワン。いいとも。こうして犬と桃太郎は仲良く歩き始めました。すると遠くから一羽のキジが飛んできて、桃太郎さん、どこへ行くんですかと尋ねました。悪い鬼を退治するために鬼ヶ島に行くとこさ。ワン、それでは私も桃太郎さんの家来にしてください。よし、それでは日本一のきびだんごをキジ君にあげよう。このだんごを食べるとすごい力が出るんだ。それを木の上で猿が聞いていました。なになに、力が出るきびだんごだって。よしと。ねねねねね、桃太郎さん、僕にもお腰につけたきびだんごを一つくださる。桃太郎は猿にも日本一のきびだんごを分けてあげました。そして桃太郎とその一行は仲良く鬼ヶ島に向かって出発したのです。桃太郎たちを乗せた船はすいすいと海を渡っていきます。しばらく行くと、あの恐ろしい鬼の住む島が見えてきました。あれが鬼ヶ島だ。近づくと島全体がゴツゴツとした大きな岩でできていて、水際に鬼が大きな口を開けたような洞窟があります。桃太郎たちの船はその洞窟の中に静かに静かに入っていきました。人間の匂いがするぞ。クン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 、こっちの方だ。クンクン、わっ、人間だ。わっ、それと桃太郎の掛け声に全員が飛びかかりました。わっ、助けて。わっ、痛い。あっ、おおおお、あ、なんだと。人間が来て子分をいじめてるだと。へえ、とんでもない人間で。鬼をいじめるとは何たる人間だ。うむ、許せん。よし、わしが行ってとっちめてやるわい。大変だ、大きい鬼がやってくるぞ。よし、みんなあの岩へ登るんだ。さあ大変。でも桃太郎は岩に登って一体何をするつもりなのでしょう。人間どもめ、今に見ておれ、ケチョンケチョンにしてやる。おいっせ、おいっせ、おいっせ、にゃる。大変だ、大変だ、大変だ。ものすごく痛いの。やったやった、やったやった。
決して村に行って悪さをしたり盗んだりしませんので、どうかお許しください。はい。二度としないと約束するか。へえ、決して村へは行きません。お約束します。はい。じゃあ今までに村の人から盗んだものは全て返してくれるか。へえ、もちろんですとも。ほらこの通り。とほほ、赤字もいいとこだわい。桃太郎たちは宝物をいっぱい積んで喜び勇んで村に帰ってきました。村に着いた桃太郎は村の人たちに鬼が盗んだ宝物をすべて返してあげたのです。村の人たちは桃太郎と三匹の家来に大変感謝し、お礼にと言って宝物の一部を送ったのでした。その後、桃太郎と三匹の家来の犬、猿、キジとおじいさんとおばあさんはいつまでも一緒に仲良く暮らしたそうな。おしまい。一緒に行けるはずさ。